福井ダムは、徳島県阿南市福井町、二級河川、福井川に建設されたダム。高さ42.5メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水を目的とする、徳島県営の治水ダムである。阿南市福井町を流れる二級河川の、福井川中流域に位置する。百六十七年に、予備調査が開始し、百七十九年に、 建設事業が着手された。1995年に完成。ダムのすぐ下流に福井ダム公園が整備されており、170メートルのローラー滑り台がメインの公園である。また、ダムと隣接する福井ダム資料館には、阿南市福井町が日本で2番目の降水量を記録した際の集中豪雨を人工雨で体験できる。 二級河川の福井川の下流域に建設された福井ダムの下流に位置し、1995年に福井ダムが完成したのに伴い、福井ダム公園をオープンした。公園のメインはローラー滑り台で170メートルの長さを誇っていたが、2013年に全ての遊具が撤去され、現在は公衆トイレが残るのみとなっている。電気事業者発電署名は、 四国地区水力発電所一覧表。その他はダムビンランによる。福井ダム概要紹介。徳島県。2019年5月20日閲覧。福井ダム。ダムビンラン。2019年5月20日閲覧。阿南市観光ページ。四国ネット。2019年5月20日閲覧。福井ダム公園。ネット徳島。2019年5月20日閲覧。 平成25年度入札結果、経過、アナンシ、2019年5月20日閲覧、ありがとうございます。